はい、達也です。ご無沙汰してます。バイク買いましたんで、ちょっと元ブログに挑戦してみようと思って初めて撮ってます。斜めになったりして申し訳ないです。いろいろと改善していくんで、ちょっと多めに見てください。筋トレは今も続けてます。ただ最初の頃みたいに一月に何キロも筋肉がつくみたいなのもなくなってきて、体重自体は増やせるっていうのが分かったのは良かったんですけども、その体重が増えたから筋肉も増えるっていうのとはまたちょっともう違う段階にいるのかなという感じです。体重が増えると1年目だったらその分体の調子が良くなったりとか、そういうのがあったんですけど、今はもうなくて、むしろ体重増えると体の調子がちょっと悪くなってくる、そういうのをすごい感じますね。多分体脂肪率が増えてるのかなっていう風に感じます。で、太ってきてみて、まだ痩せ型ですけど、太ってきてみて感じるのは、痩せてた時の方が頭自体キレがいいような気がするっていうことですね。ただデブになるくらいだったら、もしその社会人の方がガリガリからマッチを目指す場合はですね、結構注意がいるなと感じているところです。痩せてた時の方が頭の回転自体はいいような気がします。想像力とか細部へのこだわりとか直感力みたいなのは結構鈍くなりつつあって、ただその代わりに集中力とか暗記力とか応用力みたいなのが高まっているような気がします。気のせいかもしれませんけど、どっちも一長一短で、両方維持する方法はないもんかなっていう感じで、いろいろと人体実験みたいなのを繰り返してるっていう感じですね。なので単にそのムキムキ目指すっていう、このチャンネル始めた当初の目標からは随分変わってきたなっていう感じです。そのムキムキを目指す過程で体のなんかこう炎症レベルみたいなのが上がるっていうのにすごい気づいて、炎症レベルって何かっていうと、鼻炎なんですよね、僕の場合は。鼻が詰まって、デスクワークっていうのもあるんですけど、鼻詰まって頭がぼーっとすると仕事にならないんですよね。だからもうなんか溺れるように呼吸しながら仕事するっていうのが苦痛すぎてですね、なかなかやっぱりそのバルクアップの時に限ってやっぱり炎症レベルが上がるんで鼻炎が強くなったりするので、これどうにかなんないもんかなっていうふうに感じているところです。やっぱり仕事をしながら生きる場合はですね、筋肉と自分の能力どっちが大事かって言われたら、それは筋肉の方大事だって言いたいところですけど、やっぱり仕事できなきゃ食っていけないんで、グループですかね、炎症レベルを下げながら、少なくとも今レベルを保ちながら筋肉つける方法ないもんかなっていう感じで、いろいろと試行錯誤してるって感じですかね。いろいろとまた皆さんのなんかためになるような動画が作れる場合はもちろん、その筋トレ関係ですね、不定期的にはなると思うんですけどアップしていきますので、そこは一つまたよろしくお願いします。そんなことよりこいつを見てくれって感じですね。バイクです。川崎の忍者400です。11年型ですね。2011年型警察官の方から安く譲っていただいて、もうせっかくだし買おうかっていう感じでした。バイクは14年ぶりですね。高校の時以来です。原付は乗ってましたけども、こういう単車みたいのはもう14年ぶりになります。当時はですね、川崎の 250TR っていう、今も人気あるんですけど、街乗り用のトラッカーですね。 FTR とか TW っていうのがこう一番ヒットですごい流行ってて、そんな中僕はちょっと天の弱だったんで、みんなと同じの嫌だなと思って 250TR を買ったって感じですね。ずっと高校時代はローソンでバイトしてまして、そのお金がたまったんで、買ったと。貯金がそのたまった時の喜びみたいな今も覚えてますね。ただですね、その 250TR は正直失敗したって買ったと思ったんですけど、停滞転移の登録強すぎて全然乗り心地としては最悪でしたね。現実的な最高速度はもう80キロがいいところですね。それだったら十分じゃないかって思われるかもしれないんですけど、
80キロ出そうとしてるときはもう本当空中分解するんじゃないかぐらい車体が振動しててですね、もう運転を楽しむなんていうのはまず不可能、とにかくこの振動どうにかなんないかなってずっと考えてましたね。だから軍手2枚で運転してみたり、もう股間のあたりもビリビリになるんでパンツ2枚履いてみたりですね今思うと、まあ、金なかったんでなんかそういうライダースーツみたいなの欲しかったですけど、なんかそんな買うお金余裕もなくて、なんかいろいろ試行錯誤した記憶もありますね。でまあ当然キャプレーターキャプ車なんで冬場はエンジンかかるんです、まあ、冬場は新潟住まいだったんで雪降るんで乗れないんですけど、秋とか春も相当冷え込んだ時にエンジンかけようとしてもなかなかかかんないっていう、最初はなんかそれも味だよとかバイク屋に言われて、あそういうもんだよななんて思ってたんですけど、全然騙されてましたね。今のフェールインジェクション、これもそうですけどボタン一発で必ずかかるっていうこの喜びはですね耐えられないですね。まあ、キャブレタが好きっていう人もまだ少数派でいるのかもしれませんけど、なんかまあバイク屋の方が動画とかでキャブを勧めてるのを見ると、こいつは若者を騙そうとしとるなっていうのをすごい感じちゃいますね。どう考えても FE の方がいいですからね、まあ、ちょっとそこは賛否両論あるかもしれないんでこの辺にしておきます。 400cc は教習所以来ですね。教習所はホンダの CB400 でした。まあ、多分名車であるのは間違いないんでしょうけど、当時のまあ自分がですね、教習所通ってる時は身長152センチでかつクソ狩りだったんで、もう扱い切れる気がしませんでしたね。まあ、明らかにオーバースペックだと感じてました。トルクも強すぎると思ったし、車重も確か200キロぐらいあったんで、まあ、これ立ちこけしたら多分起こせないんじゃないかなっていう、まあ、教習所ではもちろんその立ちこけから、自分一人で直せないとその時点で退学になるんですけど、退学だったかな、なんか 400cc の免許は認めないだったかな、なんかどっちかでなんとか起こした記憶があって、なんかもう自分は400はちょっと扱いきれない体格なんだなと思ったのをすごい覚えててですね、まあ、400はないなってずっと思ってたんですね。ただですね、まあ、乗ってみて今回体格が変わったっていうのもあるのかもしれないんですけど、振動の少なさは感動レベルでしたね。ちょっと道迷いました。前の、ニーハンバイクとの比較なんでちょっと何の参考にもなんないのかもしれないんですけど、バイクっていうのはもうこんなに滑らかに動くもんなんだなっていうのに感動しまして、で、あ、これだったら400欲しいな、買ってもいいなとかじゃなくて400がいいな、400が欲しいなってすごい思いました。まあ、あとタンデム走行時もですね、ニーハンの時は、タンデムした時っていうのはもう結構ふかしてないとトルク不足だし、そのスピード自体も全然出なくて、なんか結構のタンデムしてる時って怖いイメージがあったんですけど、まあ、そういうのも 400cc だとないですよね。ないっていうとちょっと大げさかもしれませんけど、影響があるようなレベルではないですね。タンデムしててもしてなくても乗り心地にはほとんど変化がないっていう感じです。もちろん後ろの人への配慮は必要なんでブイブイ速度を出していくわけにもいかないんですけど、あまりその運転してて怖いっていうのは感じないんですよね。あとはやっぱり今はちょっとこの自分の動画で
感じてもらえるかどうかちょっとわかんないですけど、音ですね。音はやっぱ400の方が僕は好きですね。まあ、高い音まで、この高回転域までぶん回して、あのバイクのこのブーンっていうのを楽しみたいっていう人はもしかしたら、あの一般道だと2班の方が向いてるのかもしれないんですよ。あの それくらい回さないとスピードが出ないっていうかですね、そういうものだと思うので、ただその高回転域まで回すっていうのは振動がやっぱ発生してくるので、これは別に400でも一緒なんですけど、高回転域まで回せば振動はしてきちゃうんですけど、例えとして適切かどうかちょっと分かりませんけど、軽自動車ですね、 660cc で、まあ、あんな鉄の箱作って4人乗せて荷物乗っけても普通に3000回転ぐらいで普通の走行ができるじゃないですか。そういう、まあ、ちょっと例えがちょっと微妙でしたね。だいぶ微妙ですね。400足す、まあ、260cc で軽自動車と同じ排気量になるわけなんですけども、まあ、それに近いエンジンを積んであるっていうのは、まあ、かなり余裕があるっていうのをちょっと伝えたいんですけど、なんか本当にいい例えないかな。ではですね、まあ、まあ、原付も経験して2班も経験してその後400を乗った私としてはですね、やっぱり排気量が大きければ大きい方が運転しやすいし楽しいなっていうのをすごい感じました。決して民間の人をバカにしたいとかそういう思いは一切ないんですけども、まあ、もしそのバイクが好きで、民間にちょっと物足りなさを感じているっていう人は、まあ、次また民間 のより強いトルクのあるバイクを探すのではなくて、まあ、ぜひ 400cc とか、まあ、僕もちょっと今回こう400買ったことで大型欲しくなってきて、そういうそっちの方向をですね、ぜひお勧めします。海も本当はこれすごい綺麗なんですけど、もうちょっと日が暮れててよくわかんないですね。もうちょっとこの 元ブログらしさのあるカメラアングルにできたらなと思ってるんですけど、もうこれこの1週間毎日1回練習してやっとこの、まあ、人に見せてもいいようなアングルにやっとなってきた感じがあって、もっとなんかこうメーター周りとかハンドル、あのクラッチとか操作してる感じも出したいんですけど、自分ちょっと座高高すぎでですね、映らないんですよね。カメラの顎につけてるんですけど映らないんですよね。普通なんか元ブログとか見てると顎マウントの人同じなんかマウントだったらなんかメーター周り映ってると思うんですけど、映んなくて、で映そうと思ってカメラ下向けるとですね、道路だけ映ってるみたいな。それじゃあちょっとせっかく沖縄で元ブログ撮れるのにもったいないでしょうって感じでですね、まあ、結局このアングルで今撮ってるんですけど、まあ、なんか本当いい方法を知ってる方いたら教えてもらいたいですね。座高高すぎの方向けのマウント方法を知ってる方、ぜひコメントください。これなんか沖縄の出来たての道ですね。あのメイクまんまでほぼノンストップで行けますよ。ここいいですね。楽しかったですけど。これ1月ですからね、1月の13日ですよ。バイク乗ってて気持ちいいぐらいの風が吹きますから、沖縄最高ですね。
というわけで、じゃあまた。